次に不動小数演算におけるその丸目誤差について、触れておきます。で、ここでその丸目とはですね、この与えられた真の値、実数の値をその有限桁の、数で近似することを言います。そうしますと、まあ、一般には誤差が発生しますので、この丸目を行う際に生じる誤差というのを丸目誤差というふうに呼びます。で、先ほど、スライドでですね、この、真の値と近似値に対して、まあ、相対誤差と絶対誤差があったのをちょっともう一回思い出しておいてください。で、ここでその、マシンイプシロンという数がですね、その不動小数の精度を表す指標としてよく用いられておりますので、まあ、これを説明しておきます。このマシンイプシロンと呼ばれる数はですね、この与えられた不動小数の体系で、この非ゼロの不動小数の丸目誤差の相対誤差の最大値を指します。で、これはですね、まあ、x を真の値、それから x プライムを、まあ、それを不動小数に丸めた値としますと、まあ、その x プライムの x に対する相対誤差というのは、先ほども申しましたように、この x の絶対値分の x と x プライムの絶対誤差で表されるわけですけれども、まあ、これをですね、その非ゼロの不動小数の、まあ、絶対値が小さいところから大きいところまでこう数えて、まあ、その最大値ですね、この相対誤差の最大値を、まあ、シンプシロンと呼ぶことにしています。で、実はこのマシンイプシロンなんですけれども、この与えられた数を x と置きますと、実はこの x とですね、1とですね、1の次に現れる小さな不動小数ですね、1よりも大きい最小の不動小数との差にもなっているということが言えます。で、それの理由をちょっと一応説明しておきます。今ですね、この x を真の値として、x プライムを、この x を不動小数に丸めた値としましょう。で、この時、その x プライムっていうのをですね、x×1 プラスデルタというふうに表すことにします。で、このような形で表したときに、このデルタっていうのは、実はイプシロンっていうのはこれ何かっていうと、仮数部で表せる最小数ですね。だから仮数部の桁がたくさんいくつかあるわけですけれども、その仮数部の桁の一番小さい数、よりも以下ですね、この以下でこう抑えられているということが言えています。で、この時にその x プライムの絶対誤差っていうのは x マイナス x プライムなんですけれども、これはこの x にこのデルタをかけたもの以下で抑えることができますので、これを、じゃあ、これの相対誤差はどうなるかっていうと、この不等式の両辺を、まあ、x の絶対値で割るんですね。そうしますと、x の絶対値分の x マイナス x プライムの絶対値が、このデルタ x の絶対値を、まあ、x の絶対値で割りますから、デルタの絶対値で抑えられると。で、先ほどの仮定からこのデルタの絶対値っていうのはこの仮数部で表せる最小の数で抑えられていますので、まあ、このような不等式が成り立つということになります。で、この仮数部で表せる最小数というのは実はこの1の次に定義されている不動小数ですね、1よりも大きな最小の不動小数と1との差で抑えられておりますので、まあ、先ほどのような性質が言えるということになります。で、最後にですね、この我々の計算機でよく使われている IEEE754 の不動小数規格というのについて触れておきます。で、これは現在多くの計算機で採用されています不動小数の事実上の標準規格でして、まあ、携帯電話でもゲーム機でも特殊な機器以外は大体のものはこの不動小数といいますと、この IEEE754 の規格にのっとって動いていると思って良いと思います。
で、この規格は1985年に最初の規格が作られまして、で現在のそれから何回か改定を経て現在の規格は2008年に作られたということですけれども、まあ、2進数ですとか10進数それからいくつかの制度別に、まあ、複数の規格からなっております。で我々が使っている計算機情報機器で最も広く用いられておりますのが、まあ、2進数の倍制度と呼ばれる規格です。で、まあ、その IEEE754 の倍制度64ビットで表した倍制度と呼ばれる規格で、その数のですね、各ビットの役割を示したのがこちらの図です。ここの箱はですね、ビット列の箱がちょうど64個並んだ箱になっているわけですね。で、一番左側は符号ビットと呼ばれるところで、まあ、0か1でこう正確の符号を表すということです。で次の左側の11ビットがE の0から E の10というふうに名前ついていますけれども、これが指数ビットと呼ばれるところで、この2の E 乗を表す、ビットとなっております。で、残りの52ビットですね、52ビットなんですけれども、この、仮数部の決まりとしては、整数部は1桁で必ず1という決まりがありますので、その整数部の1はもうすでに決まってますから、このビットの列には含めてないですね。で、この M1 から M の52っていうのは全部小数部を表しておりまして、で、この仮数のビット列っていうのは、この正規化された、まあ、暗黙の整数部のビットを含めて全部で53ビットあるということになります。で、それが一応各ビット列とですね、それから実際の実数の対応というのはこちらの方にありますので、ちょっとここでは詳しく述べませんけれども、興味のある人は後で参考にしてみてください。はい、挙動小数に関しては大体これぐらいの説明にしたいと思います。それからテキストでは 2.1.3 節として自然数の表記ということでグレーコードというのがありますけれども、今回はその時間の都合で割愛しますので、まあ、興味のある人は後で参考にしてみてください。それから 2.1.4 節のマイナス2進表記というのも時間の都合で割愛しますので興味のある人は後で参考にしてみてください。はい、ということで今回の授業のまとめです。今回は2進数それから符号付き整数の表現として特に2の歩数の表現について説明しました。それから実数の有限桁の近似とから不動小数について紹介をしました。で不動小数の紹介の中では絶対誤差と相対誤差それから丸め誤差とマシンイプシロンについて説明をしました。で最後に、まあ、不動小数の中で IEEE の不動小数規格について紹介をいたしました。で次回第3回ですけれども多精度整数もしくは多倍長整数と呼ばれる整数の表記と加算について紹介したいと思います。まあ、教科書の該当箇所をですね、予習してみてください。それでは以上で今回の講義は終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。